生まれたもんだ。でもこうやってね、当たり前のことを当たり前のようにやってるのにトラブルが起きるんですよ。だからね、そう、たまにね、急になんか変哲のある出来なくなったりとか、バージョンが急に変わったりとか、わけはわかんない。 YouTube 側のなんか昨日できたことが今日できないみたいなことが怒りやがるんですね。音の設定とかもね、今までこれで良かったのに急にダメになったり、そう、それをしばらくしたらまた押せるようになるんで、押したら、はい、押せますよ、カオスさん、カオスさんのタイミングでね。はい、どうも、ヘイでございます。ていいか、カワウソがクリアするまで終われまてんマリオカートをのげげんとやっていきます。よろしくお願いします。俺は別に良くないんだよ。俺はなんでいるんだよ、ここに。関係ねえ、ただの巻き添えだよ。まあね、スニッパーでやりに行こうよ、のげげん、うんって言っただけで、これこんなんてこの時間まで同じ感じ。スリッパーズやりに行くの、あ、じゃあ行くわ、じゃないよ。経緯を説明してください。経緯を、ロケゲンから。経緯は、フェイスさんがですね、ファイナルファンタジー14、まあちょっと俺復帰するわって言って、いやでもあれっすよ、フェイスさん、みんなと遊ぶようになるにはすげえストーリー進めなきゃダメっすよ。マジで俺それやりたくないわ。ああ、そんなの簡単っすよ、わしがすぐクリアしますよ。あ、じゃあカウソウち来てやってよ、はいって言ってから、何時間経過した6時間半ぐらい今経過して、カワウソはちなみにもっとやってっか、8時間ぐらいやってっから、カワウソ、カワウソは今ずっとフェイさんの FF14 をやってるって何やってんだ、ほんとな。まあこれちょっと特殊なタイプの光のお父さんね人ん家に来て人の FF をやってあげる光のお父さん、人ん家のお父さん人ん家のね、本家はあの息子に教えてもらってやってたけどこっちはあの息子が息子にやってくれるねえだろ、そんな物語ヒットしねえわ。いやー、そして終わんないね、これ。それで今カウント何パーセントぐらいって言って、今3割です終われない。どうすんだよこれ。いや、ほんとすごい。いや、カウソがゴールデンウィークに、また私来てやりますよっていうのを、俺が、ダメだよ、そんだろって言って、で、野毛が助け船で、どうも絶対今日無理だよね、な、カウソって言ったら、やれるしやれます、無理じゃない。助け船を出したカウソを断るっていうか、どうすんだよ、それ。全然やれるし。その強がりで夜中の12時に強がり言ってどうすんだこれ。帰れなくなるよこれ。いやこれ大変ちょっと分かってただろう大体。いやでも違う、本当にね、もうちょっとね早く終わるかなって思ったんですけどね。このゲーム、俺と全然そのマシンの出方が違う。俺本当に持ってないもん俺。そうなの。へえ、じゃあランダムなのかな。ランダムっぽい。へえ、なんかいいですか、みんなね、俺はスプラバギー。あ、ほんとだ。ゴールデンウィークの始まりですよ。わかる？何が？出たいです。あ、ゴールデンウィークの休み取ってる人はね。そうそう、はいはい。まあそう、確かに。俺月か普通に会社だ。俺も月か普通に会社ですよ。じゃあ、頑張ろう。うん。うん。仕事頑張ろう。カウソは今日のね、夕方ぐらいね、ずっと元気なくなったりね、ゲームに切れ出したりね、情緒が不安定だったんだけど、みんなでカレー食べに行ったらちょっと元気になった。だいぶ元気になった。お腹いっぱいでしんどい。俺この辺り。あれ言ったじゃん、お腹いっぱいでしんどくなるよって。まだちょっと見てなかった、ちょっと待って。フェイさんのことマシンパーツを集める。そうそう、マシンパーツを。ノゲゲンが、マリカーをもう春結構やってるので、ちょっとノゲゲンに教えてもらいながら練習します。俺の、あー、ちょっと。俺の練習もかけて。なんかあれだよね、結構やったことないステージもあるから。あるわ、全然あるから。ヒガラク俺は一人でやったよ。俺も一人でやったよ、最初は。
まあ、あの一人でやるのが当たり前だけどね人にやらせるってどういうこと俺が言うのもなんだけど本来ダメだから、ね、MMORPG 人にやらせるってなんだ気食ってるこれでさっきあのノゲゲンとオンライン対戦の時やったからです一回見たあーはいはいはいあ、これはダメだうーあ、すごい転職できる新しいスキルあーなるほどファイジャー、ファイジャーファイジャーなんだ、車でそうそうそう知らんの知らん知らんけどやべ、フェイさんもいいなやろう、頑張ってる頑張ってるけど、ちょっとめちゃくちゃになってるあ、見えない見えないのやめて見えないのやめて見えない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 危ない長い長い長くないこれちょっとコースを覚えたいそうそうそうだからコース長いなんで俺だよ今1位じゃねえじゃんちょっと今1位じゃなかったじゃん今俺あ1位あちょっと抜かれたんだけどあ1位見えたあ1位見えた1位見えた頑張ろう倒したい頑張ろうワンズフィニッシュワンズフィニッシュオンラインじゃないこれ今あの俺の普通のステージをちょっと なんか頑張ってやればコインが変わるからノゲゲンとコインを貯める計画死ねえ俺を殺す死ねえノゲゲンあーやりやがったあいつあー直接アイスプラバイ直接当てやがった鉄のバナナを当てるそう鉄バナナ食らったまだ 100cc はねまだこの鉄バナ腕でまだ頑張れる 150 これ150なのそう150あこれ150なのそう150でもだいぶできるノゲゲン絶対朝まで持たない朝まで持たないあと 2,3 時間の命だよこれいや大丈夫あの一発風呂入ってスッキリすれば大丈夫風呂も入れるつもりなんだもんあ、俺なんかバグったあ珍しいぞ失敗した好きな入浴剤使っていいうちは入浴剤豊富だぞ逃げられないでかわそこへここあ、なにこれちょっとこのコースやったことないちょっと待ってすんごいグデグデしてるこれどっち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 がいいどっちがいいどっちがいいえ、なんかあいつ握ったんだけどパック、パックもいないぞパックいないぞあ、いや、パックいる方にしちゃったあ、なにそれ上行ってるえ、なにそれあ、縦になったのなるほどあ、間違えたあれあ、なにこいつらカロンが歩いてるカロンが歩いてるよよっしゃよっしゃ、ノギゲンが沼に落ちたくそ一番溜まってるところに落ちたあの、ゴミどもが溜まって地獄みたいなここから抜け出すきついそこに抜け出すのが大変難しいのがマリオカまあ、なんか1位に投げるやつ投げたな、誰かやめろ、お前、やめろあー、来た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 そう来たーやめろやめてくれいや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 、あ、これ右右、これ右ノゲゲンこっち行ってあ、なにこれ、なんか食らったなんか食らったやめて、やめて、やめてあ、なんで落ちたのちょ、何やろうな、あいつあいつマジ殺す、アルクスワリオ殺すあいつ殺す多分だけどね、フェイさんもこのテンションでやったらね絶対眠くなると思ってあいつ殺すこの中で寝ないで耐えられる人、ノゲゲンだけだ8時間ぐらいだよ通常の生放送だよ、ね、全然ダメだ俺こんなあバナナあ消えたえなんで消えたなんか消えたよ目の前バナナ時間切れここで今ドリフトが楽しいねそうそうそう曲がるとこはねこのマリオカートが楽しいの楽しいうん、怖い。うわ、
わぁ、ちょっと危ない。あ、2位まで追い上げた、2位まで追い上げた。あ、お前ふざけんな、おっ。いや、追い上げて。あー、バカバカバカ、あー、頑張れば今ちょっとコンボ食らったんですけど、ちょっと。いや、3位ならまだいけるから、3位ならコンボ食らった、もう。あ、7位まで落ちた、ひどい。コンボ食らったんですけど、ひでえ今の。赤コーラ食らって目の前にバフナもいてあったんだけど。ひでえ今の。そこのね、ゴール前のコンボでもう心が折れるっていう。ひどいよ。前の方走ってるとこうなるんだよな。畳み込まれる。ちょっと俺もコメント読もう。みんな、元気ですか？で、いっちゃんね、これ。クップキャスト。すげえ。マリオカートはクッパのね、なんかどうこう、結構難しいステージだよね。そうです、やったことないですね、クッパ城。難しそう。あ、さっきのやつね、関係なかったんですけど、でも飛べるようにはなったから、楽になった。あー、もうちょっとダッシュ前で赤とかやめてよ。あー、道が分かんない。ちょっと待って、あー道が分かんないよ。ある程度、俺は俺ある程度後ろついていかないと。あ、なんだこれ、クッパがいるよ。なにこれ、パンチしてる、パンチしてる、パンチしてる。あー、危ない危ない危ない。いいよこれ、放送的にはギミックに当たった方がいい。パンチしてる、これはきつい。まあ、このステージ難しいな。赤コーラだ。なんてですね。でも、めっちゃね、あれくらい、後ろだけど前っていうと、スカルトだけだと、スカルトの方が、スカルトぐらいって言うから、すごい体が入ってきて、スカルトぐらいは何と使ってた。そっち変えなきゃダメなんだよ。これ超追い上げスキルだよね。大砲になるやつ、キラーになるやつ。あー、アイテムパクられた。ブルンブルンしてる。よっしゃ、4位まで上がってきたぞ。ギリぐらいから。うわ、レーザー、あー、レーザー当たる。いやマジか。あー、ちょっとやばいやばい、あー、俺ここ苦手。あれ、なんか、あれ、ちょっとなんかどうした俺。やらかし、俺のコントローラーおかしかった。なんか勝手に曲がるんだけど、勝手に曲がる。セーフティーなんとか言われる。待って、今からどうしたの。セーフティーなんとかじゃない。どうした、ジャイロ入れてないよ。入れてないよ。ああ、なんか何それ、なんか上がんない。電池切れ。そんなことある。俺の楽しいマリオカートライフだ。なんで、どうなっちゃったの。動かない。なんか真っ直ぐ行かない。え、なんで止まったら止まれる。え、動いてる。え、何それ、操作不能なの。あ、ずっと曲がってる。何それ、どうすんの。一回カシャってやってみたら、カシャって。何それ。カシャ、どう。いや、同じだね。何これ、どうすんのこれ。え、嘘でしょ。さっきからなんか、あまりおかしかったもん。全体的におかしくなった。どうすればいいの。はい、めっちゃ便利だった。呪いが来た。あのあっち使ったら、あれあのコントロール、あっち使う。何が原因か分かんない。一生ゴールしないじゃん。コインが2個ずつ溜まってます。落ちた。何これ。あそこは、それ何？
あ、でも L が効かなくなってんね。こっち側の電池が切れたのかな。あ、電池切れたのかね。あれあれ差し替えてみ。あいつ、ちょっと差し替えるわ、うん、ちょっと差し替えます。電池が死んだっぽい。バイバイ、俺の差し替えて。じゃあ、ペイさんの赤をそう、使ってやる。あー、マイク、マイクだよ、それそれマイク、それ難易度高い、それ難易度高い、それ難易度高い。そう、前通って、前通って。で、あの、本体抜かないように気をつけて、本体抜かないように。やっちゃった、それ、それはね、やっちゃった気がするな、それは。これ切れんの？それ配信がね、多分ね、やっちまった気がする。これ画面配信が戻ってこない可能性高いな、それ。画面戻した方がいい。いけるかな。だから配信が戻ってくるかな。ちょっとこれ、ジョイコン難しい、外すのは。そう、難しいんだよ、それ。いやー。切れた、配信。いや、見てます。いけてんじゃん。流ってる。これ差し直してみ。あ、本当だ。ここに電池残量が出るんだ。でもさっき2個あったけど。本当。あ、やっぱり配信死んだか。これはこれは無理か。あ、違う。なんか俺。あ、戻ってきた。戻ってきた。何どうなってんのこれ。何これ。一回一回これを一回切ってみる、うん、再起動、再起動どうやってんのこれ。あ、ちょっと待って、戻さないで、戻さないで。で、コントローラーを認識し直す。どこでやる、うん、どこでやる。あー、あ、似てんじゃん。あれ、今何カロリーか持ってっちゃったからね。えいしょ、これえいしょ、えいしょ。選べっかな、俺で。あ、これでいいんだ。それ で認識してみ。いった。あ、いってない。いってない。で、どこでやるの。そこで動かせない。動かせない。これで、まあ、こっちが反応しちゃってるね。あ、でもそれ電池生きてんね、まず。ほら、じゃあもう一回差し直しはいけんのか。あ、動いてる。動いてる。あ、じゃあそれでいけてるってことか。いけてそうだね。これで、あれ、あ、いけてる、動いてる。あ、来たな。おかしくなくなってる。いけるっぽい。ちょっと俺もあれだね、静え。俺もあれだわ、明日から俺もうプロコンを持ち歩くわ。プロコンだね。プロコンをもう持ち、左がおかしくなるっていうのはちょっとスイッチさんのいくつかのね、うん、場面で言われてますからね。そうさ、左がおかしくなったのさっき。そうだね。あ、ほらほら、またおかしくなった。え、あ、大丈夫だ、大丈夫。いや、これちょっとマリオカートでさ、うん、ハンドルの方がおかしくなるって思うと致命的な。絶望的だ。アクセル踏めなくてもダメだけど。頑張って、頑張って。じゃあ頑張って。コインさえ稼げばもう何でもいいんだから。アクセルを踏めないのはコントローラーのせいでしょうか、それともあなたのハートの問題でしょうか。しずえ、しずえスクーター。どうしたんだよ、川さんの。あいつはお前のハートの問題です。あいつはほっとこう。ほっとけ、ほっとけ。頑張れ。川さん、ちなみに今何割ですか。3割5分ぐらい。全然ダメ。1時間半で全然進んでね。 0.5 しか進んでね。絶望的に進んでね。だって今からラーバナさん倒すからね。ラーバナさん、よし、しずえです。そう、私がしずえです。しずえスクーター持ってる。しずえスクーター、かわいい。あー、私のアイテム取ったでしょ、もう。いや、アイテムは
亀吉さんたら。だったか。しずえのドリフト、しずえドリフト、しずえの華麗なドリフト。ブーンブーンブーン。急いでたぬきさんのところに届けなきゃ。はい。あー、しずえクラッシュ。お花きれい、お花きれい。しずえ、しずえ、しずえドリフト。もう顔嘘が何も喋らなくなってる。大丈夫か。大丈夫大丈夫。カウソは大丈夫。カウソはいつだって大丈夫。カウソは本物。カウソにやれないことなどない。あ、フェイさん見てこれ。どれ？あのね、青い。ああ、そう、それね、一回ね、一回見た。青い子が飛んできたら、クラクション。あとダッシュで消せるんでしょ、それ。あとキノコが、それね、まだやったことないんだけど、できるのかな。お母さんとラバナク、ラバナ行ったらラバナ。いやーあ、ダメだ、これ難しい。絶対今歌うから、ね、5分以内来た。あ、なにこれ、なんかブランブラン、ムニャムニャな。あ、あ、マッチングがね。母さんのテンションがちょっとおかしくなって今両手でガッツポーズすごいしてる。母さん、アイス食べたらアイス、アイス食べたら元気になる。うちアイスいくらでもあるから。大丈夫、ノギゲン買ってくれたアイスもある。シャキ待ちだから。あ、シャキ待ちだ。アイス食ってる、シャキってる場合じゃない。シャキってる場合じゃない。シャキってる場合じゃない。すいません。あ、これね、しずえのバイクめっちゃやりやすいっすよ。なんかスクーター、うん、しずえスクーターめっちゃめっちゃ操作しやすい。なんか鋭い、あ、やべえ、バイク、あ、ハングオンタイプだね。そう、すごい入れ込みが入る。そう、めっちゃやりやすいです。そうなんですよ、人殺すつもりなんだ。ノギゲンとワンツーフィニッシュが一番美味しいんじゃない？一番コインが。コインもらえるでしょ。いや、しずえバイクいいね。そう、しずえバイク可愛いし、なんかね、かっこいいんですよ、すごい。鋭いドリフトするんですよ。ブーンって。あれ、ベスパだ。あ、ベスパなんだ。ベスパは、ベスパは鋭いドリフトするっていう情報あったっけ？ベスパだからね。もういくらでもアイス食べていいからね。あいつは片揚げポテトもあと6袋ぐらいあるから。お腹いっぱいって言われた。母さん、小声だとマイク入んない。入れたかったか。入れたい。母さん、常に映りたい人。しずえエキサイトバイク、エキサイトしずえ、エキサイトしずえです。あ、こういう細かいとこで伸びげんジャンプ稼ぐね。そうよ。しずえです、ほら、前にしずえ来たよ。あー、しずえ飛んできた。しずえ、しずえドリフト見て、しずえドリフトが。やるね、しずえドリフト。しずえドリフトいいですよ。ほら、見て、しずえ。後ろに、あの、挑発を入れるぐらいに余裕がある。しずえ、あったんだ。しずえが。後ろだ。しずえ、俺。しずえ、やべ、これ、しずえ、しずえにこんなに速くない？しずえの子見て、これ、しずえのクイック。はい、しずえ。しずえ、あ、死ね、しゃ、死ね、死ね、しずえ、しずえ、やばい、やばい、俺のこの、あ、ちょっと死ね、いやちょっとしずえファイヤー、しずえファイヤー、やべ、ちょっと俺しずえにガチ負けする、しずえ、しずえ見えない、前が見えない、前がしずえ見えない、しずえ見えない、あ、やめてー。しずえに赤コーラ、あー、赤コーラを避けようとしてクラッシュ、クラッシュ、クラッシュした、クラッシュ、しずえ、あ、ちょっとやめて、普通に抜かないで、普通に抜かないで、いやどうだ、はい、しずえバナナ食べる、しずえバナナ、しずえバナナ、しずえバナナ食べる、あ、ある、しずえ、しずえ、あ、やめて、はい、邪魔、はい、しずえ、ここね、コースが複雑じゃないからね、結構やりやすいんだよね。ぐるぐる回るだけだ。しずえ、スピードは足んねえな、このしずえ、だってそれと速いやつじゃないじゃん。そう、このコースダメだわ。ここは単純にスピードが出るやつが強い。
沈む。あ、やめて、祈りコーラ投げないで。一回ぐらい1位取らして。あ、バナナがある。やめて。沈え爆弾。沈え。はい、沈え。よし。あー、沈えいった。沈え。これ沈えから花がほら、ほわほわっつって。かわいい沈え。そう、動物の森の時のやつ。沈え。沈え。ちょっとやべ、沈えが今単独トップです。沈えっていう言いたい名前だよ。ちょっとババアの名前っぽいけど。かわいい。かわいい沈え。こういうちょっとあの昔の名前かわいい。あー、いいねー。あ、ドラゴンロード来たよ、ドラゴンロード。これあの、のげげん曰く、あ、しずえって俺言ってる。俺の音声がいいですね。これね、あの、0時だからそろそろ切れられるからね。しずえ、しずえって叫んでたら近所に殺されるから。あ、そうだね、うちの嫁ですけど。ダメだろお前、0時にしずえって自分の嫁の名前叫んだら何してるかちょっと分かんなくて怖いだろ。これまずい感じかなって。じゃあ大丈夫ですね。じゃあ大丈夫ですねって。やめて、後ろに投げないと危ないから。あ、バカ、もういいんじゃないですか、今のやつ。あ、今バカで消しちゃう。お前バカなー。あーやばいやばい。しずえに、しずえにそんなに攻撃する、かわいいのに。さっきだいぶやったからか。しずえだいぶやったからな、しょうがないな。待って、ここまで1回しかやってないからね。ちょっと待って、ポイント取るから。ポイント取らなきゃダメなんだよね、スピード出ない。あ、バッ、おい、誰だよお前、あんなとこにバナナ置いたやつ。なんであんなとこに置くの、なんでそこに置くの。めっちゃ運転じゃん、バナナ。なんでそこ置くの。あ、これか、これか。めちゃくちゃされてる俺。めちゃくちゃされてる。あ、やめてるよ、めちゃくちゃされてる、めちゃくちゃ。やめてやめて。全コース、全コース。あ、また俺今日めちゃめちゃされてる。一回1位取ったらこれか。こんなライバル視される。ここジャンプできる。あ、でもできる。うい、キャンドルハーツ。違う、カソンは無理無理、今見れない。今見て、見てじゃない、絶対見れない状態にあるから、絶対見れないから。待って、あ、俺沈め爆弾。じゃあ今のか、あ、今ののげげんかよ。ちょっとのげげんは俺と一緒にワンツーフィニッシュしないとダメ。あ、ちょっと沈め爆弾すげえ。ごめんごめんごめん、俺沈め、完全には多分俺だわ。のげげん分かる。さっきカロンだったの、実力でいく。さっきカロンだったでしょ。はい、1位。あ、いいね、ワンツーフィニッシュ。よし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 。あれでも俺沈めなかったら俺1位だったんじゃない。じゃ、ごめんね。カロンだと思ってた。あ、しずえいいじゃん。しずえ、しずえいいっしょ。な、運転しやすいよ、やってみ。しずえバイク、そう、しずえバイクね、なんかちょっとやばいぐらい運転しやすい。しずバイ、しずバイ、しずバイクなんだ。しずバイだったら、なんか博多弁みたいな。あ、そうだね、しずバーイっつって。しずバイ、いや、しずバイマジ運転しやすい。あー、カウゾが俺の FF やってるわ。武神、インドの神様です。武神、海フレアはバカ。違う、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 違う。この外のやつは触っていい。それはコインが入るから、なるほど、触ってそうだね。ノリゲンのこのコース、これ F0 のステージですよ、F0 のステージ。F0、みんな F0 だよ、これ。あ、上がってる。マリア。あれ？来なかったよ。誰かに当たったな。あ、俺を狙ってる場合、一番なくても出る。ちょ、出る出る。あ、そう、近いと出る。
あ、やばい、やっちゃった。あ、追いつきます。はい、しずえ、しずえダッシュ、しずえ、はい、しずえ、はい、はい、はい、ここに置いとく、はい、はい、はい、しずえとかも絶対優しい名前じゃん。しずえっぽい見た目だよ。でも俺は自然操ってるの、俺殺し屋だけど。ブーメランでさっきからクソのを見殺しですよ。神の問題だ。俺が運転してたり。いや、これ2いけたな。して。ここはもう切りたいと思います。このステージも楽しいです。スピード出る。あ、俺6位なんか今。マジか。割と普通に走ってるんだけど。やべえ。うわ、俺7位なの、マジで。いかんな。これ外が逸れてくからダメなのかな。今回普通に負けた。まあ、普通に走ってる。はい、抜いた。はい、5位。ふぅこれでなんかブツブツ言い出した。カワウソがブツブツ言い出した。 あ、1点抜かれた。これで1、2ですよ。しずえ抜かれた。カワウソさん、クリアできんじゃないですか。もう終わり、近いんじゃない。そのレブチョコが飛べない回転のレブチョコが、なるほどね、凝視できないタイプの、ね、メデューサみたいな。凝視できない。あ、やった、210枚もらった。すげえ。空飛んでいったらプワッて。でも空を飛ぶためには空も飛べるはず。ふぅ、ピンキなくなるから。レミーかわいいじゃん。じゃあ僕のフェイでやる。はい、フェイって何、これどういう能力だ。さっきもらったなんか、さあ、アミーボン、スプラトゥーンのスーツとか。プラグスーツ着て、プラグスーツ着てない。ハイラルスーツ。まあいいじゃん。まあ、雲がかわいい。俺変なやつ乗ってみたいな。あ、バイクはでも基本的に曲がりやすいんだね。これ可愛くない？あ、でもスピードめっちゃ低いなこれ。えげつないぐらいスピード低い。クマ。このスーパーコメント。スプラバギー。こいつ何が似合うかな。クマ。これ可愛くない？クマ。クマ。カワウソがクマって言うからクマ。どこ？さっきのゲゲンさん。あ、これね。このブルーファルコン。ファルコンパンチ。ファルコンパンチ。ファルコンパンチ。どんどん声が元気なくなる。誰も倒せないよ。このファルコンパンチ。パンチ力弱パンぐらい。わあ、筋斗雲が飛んどる場合。そう、カワウソさんは昼からずっと FF をやっています。やってない。やってるだろ、何否定するんですか。これが俺このコッパジュニア。カワウソさん、カワウソさん、野源がなぜか俺の網で。あ、スカッとした。このステージ初めて。うわー、すごいカーブする。めっちゃ幅が広い。ここはもう何もない、ただの。あ、そうなんだ。くる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 回る。あ、そうなんだ。短いの。7周俺
聞いていた。いや面白い、これただ回るだけなら結構実は大変だね。これはタイムアタックだ。バナナとかがすごい効いてきた。そうですね。あ、おじさん。あ、おじさん。キーの人が見えない、見えない、見えない。見えない見えない見えない。落ちちゃった。おーやった。だからあの青コーラでこけたからおかげで俺が1位取れた。やった。あーやったー。なんかエグザイルみたいな。ウェイさんがエグザイル。君のエグザイルこれだろ君のエグザイルこのイメージ。なんか俺にそっくりなやつがいるね。このね、とトサカの色違うみたいなぐらい。コクッパでしょ。コクッパ。うんやったー。カワウソはマリオカートはできないです。マリオカートやってる場合じゃない。エスペダに止められてるから。あのカレーをみんなで夕飯食べた後に細かすぎて伝わらないモノマネ第1回 DVD を見てまたこれでこれ急に始めるわけのわかんないタイムラインバニーもやや運転しやすい感じがする。バイク系が運転しやすいんですかね。コーナーオートが あやべえ、それそげる。わかりない。ああだだ、二人していい感じに落ちぶれてきました。あのポールみたいな光ってるポールは触った方がいいんだよね。光ってるポールは触った方がいい。難しいな、ね、さ、ね、狙って触るのです。ポールが光ってる。よいしょ。あー左だった。ちょっとやめて、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 やめて。連続、あーもう連続でボコボコにしないで一気にビリになっちゃう。やめて、あやめて、やめて。魔の領域に踏み込んでしょ。一回落ちるとこの辺ずっと攻撃されるんだよもう。ここでやっぱりジャンプできてない。やっぱりなるほど、そういうやつか。あ、爆弾持ってる。ちょっとやめて、やめて。あはの歯あぶねえ。あ、やばい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 。初コースはむずいね、さすがに。覚えないとダメだ。はいはいはい、頑張る、形頑張る。形頑張る。やばい、ワンワンが、ワンワンが切れてる、ワンワンが切れてる。ワン切れ、ワン切れしてる。あー、ちょっと、あ、嘘。なんで出っ張ってんだよ、お前。あー、やっちゃった、マジか出っ張ってた、あいつ。お、ちょちょちょ、やめて、やめてやめて、まだやってるよ、まだやってるよ。ちょっと一人抜いた。えい、危ねえ。あー、やっぱちょっと初ステージはむずい。これはちょっとね、むずいわ。まあ楽しいね、やっぱね。難しい。なんかね、途中であのすごいジャンプ台みたいに見つけた。崖んとこみたいな、こうショートカットはポーンって飛べるやつ。それはキノコで行くやつだね。あ、なんだこれ、すげえ。なにこれ
すごいよこれ。あ、ヘイホーが。なんか90度になってるんだけど。1回しかやったことない。すげえ。あ、いきなり飛んでんの。前に人についていくよ。あ、なんでなんで今引っかかったの。ちょっと待って、マジで。え、飛んでる時ってなんか上とか下とかして浮いたりするの。そういうのしない。いや、そういうのはそんなないしなくても、はい、出っ張りに引っかかっちゃった。ヘイドア。あー、怖い、際どい。後ろ殺してきます。お願いします。後ろお願いします。後ろ殺してきます。私が来た。あ、来た来た。オールフォーワンみたいな。オールマイト、オールマイト。そう、オールマイト。ここくんだ。あ、ちょっと。あ、ブーって押し合わせだ。なんだ、ジョイコンのスイッチが切れるよって言ったから。マジか。分かんないよ。あー、何してんだお前。あー、なんかこいつずっと俺同じやつ、あの草の噛み合いになった。何今の。お互いに草の噛み合い。草の噛み合いちゃうんだ。草の噛み合いで落とされたんだよ。頑張って2位つけてたのにな。えい。あー、4位まで来た。あー、でも頑張ったな。よしよし、結構ここは走りやすかった。これでここはだいぶマシだったぞ。よしよしよし。あい、ソームアルまで来ましたよ。あ、すごい、マップすごいじゃん。なんかね、なんか火山みたいな。火山だね。目標地点。もうこれクリアじゃないですか。あ、そうなんですね。あと、あと何話ですか。もうこれで。あ、動物の森だ。もうこれで終わり。今日終わんないっすよ。60になんないと。何聞いたんだか。そういうの好きなの。かわいい、ほら、動物の森だよ、ほら、いるよ。猫いる。あの、右の猫いつも。あ、トタケケいた、トタケケ。トタケケ。ここはもう、アライブやってた。マジですか。いる。みんなに。リセットか。あー、痛い。そこじゃない。あー、見て見て、風船についてる。動物の森だ。あ、そっか、これ動物の森が風船に数がついてるから。そうそうそう、風船にアイテムついて落ちてくるから、こう風船だと。博物館あるよね。あ、リセットさんいた。リセットさん怒ってる怒ってる。リセットさん怒ってる。俺リセットしてないよ。あ、いた。あ、やばいやばい。あのハリネズミの道具屋さんがいたり。見えない見えない、前見えない。ちょっとステージわかんねえからやめて。マジわかんねえから。あ、リンゴ落ちてたよ。リンゴリンゴリンゴに触ると、あと、キノコキノコ。アイテム触れねえ。やめてやめてやめて。1位で作らった。ちょっとずっと野毛犬が1位はともかく、あいつが1位なんだ、許されない。ちょっとやつはこの俺のジョイコン持ってくれ。殺した。あ、バカ、俺が見てる子か。やべやべ、野毛犬事故ってる。野毛犬めっちゃ事故ってる。まずいまずいまずい。これか、やばいやばい、これやばい、これやばい、結構やばい。おー、先行った。やっと早い。
本格的におかしくなってる。お父さんお前だよ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 。いや、しっかりは早いと同じ。やばい、曲がれなかった。やっちゃった、1位だったのに。やっちゃった、いけ、いけ、のけ、いけ、いけ、なんとかしよう。よっしゃ、オッケー。あー、でもこれ、ダメか、ボーイが1位かな。 あ、ボーイ1位になっちゃう。あ、超えた、超えた、1点超えた。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。おー、俺も3位だ、よしよしよし。いやー、いいね、動物の森ステージで1位取っても嬉しい。あ、動物の森だ、ちゃんと。すげー、私の森ステージゆっくり見たい。あなたと私の森。おかしくなっちゃう。おかしくなっちゃう。面白いな、あの人。カワウソも今森にいるじゃん。山です、これ。ちょっとこれ性格なんだ。山だって。そこだけすげえ。カワウソ大体でいいんだけど、はい、何時に終わんの？大体ね。6時か7時。嘘でしょ。嘘嘘。嘘だ。かなりトントン拍子に一定でそれじゃない。嘘。嘘でしょ。何これ、53ですよ。そんなバカな母さん。ちなみに51から52がテレサ。3時間弱ぐらい。まあそういうことです。めちゃくちゃめちゃくちゃ有名。嘘でしょ、母さん。だけくそだ。自暴自棄になって。ほとんど乗ってないんだよ。あいつ別に乗る必要なくない？ハンドルにスッて触ってるだけ。スッて触って添えるだけ。ハンドルに添えるだけ。これどうですか、可愛くないですか、キングテレサ。あ、モーボーカントリー。 Wii とか書いてあるのは Wii でやったステージだよってやつだよね。そう、過去に出てきたやつのリバイバル、うん、Wii のマリカーとこれ全然やってないから分かんないんだよね。牧場シーボーリン。なんで今それ言った。あ、モーモーカントリーだからね。モーモリカントリー。もっと嫌だ。言ってますよ、誰よ。手添えてるだけなんだよ。飛んでヒューって行けばいいね。飛んでヒューって、ね、車ごと持ち上げて行けばいい。カートじゃなくなっちゃう。あ、これこの車難しいかも。曲がれないかも。あ、俺がちょっと曲がれないかも。曲がれないかも。あー、もうめちゃめちゃめちゃくちゃさせてる。俺難しいやつじゃないベンツ。あ、難しいやつこれ。わかんない。静江のバイクが桁違いだったな。静江バイクマジ神だった。俺のメインキャラは静江かもしれない。静江ってあと言いたいし。そう、静江ってすごい言いたいし。静江っていう女を呼び捨てにして生きてきた。なんか違う欲求だと。なんか牛が道路にちょっとねえ、牛が。しょうがない。もうしょうがないんだ。ほら、東京さ行くだ、世界。邪魔。な、誰俺のアイテム取った人。なんで取んのよ。あるあるだよ。あ、これさ、なんか下からあのタヌキみたいなの出てくるじゃん。そうそう。これあのあったよね。スーザミでもこのステージあって。顔に張り付くんだよね、こいつらって。夏い。カントリーっぽい曲流れて可愛い。あ、やっぱりバナナ。バナナしかない。バナナ。牛がもう牛が。牛がすごい。牛が。焼肉石ある。はい。あ、いいね。あ、
今のね、あのね、モグラのボコボコもジャンプできてる。そうそう、モグラのボコボコで、うん、イロンスター。あ、今ビクスアクションして。あ、なんか、何緑コーラの塊に抜かれたよ。あ、ベビーだから見えなかったの。あれじゃルイージじゃん。いや、これむずいな。て、この車むずい。しずえのね、なんかね、あの、すごいこう、ギュンギュン曲がる感じがない。しずえバイクじゃないよ。しずえかな、やっぱ俺しずえなのかな。いや、フェイスは別にしずえじゃないから。どうかしよう。俺はしずえなのかな。結局。カウントがこうやってまだ喋ってくれてるうちは元気だ。いよいよカワスが喋らなくなってからが一番怖いですね。あのカワスの心配しかしてないけど、あのやらせといて俺も結構眠い可能性ある。痛い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 。ゲームボーイアドバンスのマリカーってなんて言うの？わかんない。マリオカートアドバンス。アドバンス。俺ね、ゲーム屋でバイトしてるときに行った記憶はすごいあるんだけど、やった記憶はないんだよ。あ、そのぐらいの時期の。そうそうそう、やつがなかった。出たよ、すぐ。あの、ケース、なんだっけ、ガラスのケースのとこから、ワンダースワンから見てたよ。はーい、つって。差額ください、差額ください。ゲーム専門店。めちゃめちゃありましたね。ガラガラって。そう、それで、この前、俺が働いてた売席まだあんのかなって検索したら2015年に潰れてました。あー惜しい。やっぱりもう街のゲーム屋さんは保てないみたいな。だから2日前にゲームをゲットするのはもう無理です。埼玉でね、早売り、早売りがなくなりました。本当ね、川口無双地帯だよ。無双地帯だよ。あの全てのゲーム店舗が 2日前発売っていう、とんでもないことしてる。あー痛い。あー、これはひどい。これはひどい。あ、ジャンプしてるところに食らった。ジャンプ3段ね、マリオカートある。マリオカートあるね。それ、あの友達にあの横画面見て狙われるやつ。俺じゃないから、俺やってないから。あ、やばい、来ちゃった来ちゃった。はい、ドーン、さよなら。あ、いけんのこれは。いけんの、いけんの。俺を抜いてもいいし、俺を抜くのは許して。なんか俺はキノコダッシュ、イエイ。なんかぶつぶつ言ってる、なんかぶつぶつ言ってる。多分ダンジョンを頭の中で今数えて、うん、なるほどね、この先の道のりを、あと俺は一体何時間やらなきゃいけないのかも数えてる。楽勝ね。あ、楽勝だって言った。楽勝じゃん。本当にか、本当にか。楽勝だ。高橋さんじゃない、川さんの声がね、すごい小声になってた。放送に乗らなくなった。放送に乗らないぐらい小声になってた。あ、元気。あんまり元気にならないから、ね、12過ぎてるから。さっきね、ロギゲンたちにあのアウトラストやればいいじゃんって言ったんだけど、あの第2回から全てが台無しになるからね。お前ら2人がいる状態でアウトラストやったら終わりだよ。怖さ 0%。 ただのコメディーだ。それを望んでる人は多分 V チャンネルファンの中で大量にいるかもしれない。終わりに始まる。残念ながらアウトラストのパソコンで今カオスが FF やってるんで無理だ。やめて。好きでしょか、カオスは。なるほど。だから3年も一人でやつ。さあ。カウスはそんな恨みなんて小さい男だ。かっこいい、素敵、素敵ガイズ。みんな落ちた。落ちた。もうそこ落ちない感じ。あいつ赤コーラだったんか今。あいつ赤コーラだ。もうめちゃ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 お化けめちゃ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 にされた。
行くだろうけど。お化けめちゃめちゃっていう単語にカオスがなんか画面違って急に俺さ、今1位級から1点ビリまで落ちたんだけど、ちょっと私のとこかなみたいな。すごいね、お化けめちゃめちゃ。あ、見た。あの単語好きみたいな。なんてこれ、お化けめちゃめちゃっていう単語はすごい好き。あ、好きだ。手だけどね。よかった。カウさんに喜んでもらえるために私このキャラでやってる。ダメだよ、今俺のアイテム取って。あ、見た？今ドリフトピンクになった。ピンク、あれが最強。へぇウルトラミニピンクになった。すごい。もう初めて見たピンク。ピンクあるんだね。ピンクミニターボ。へぇお前が今適当に組み合わせたよ。どうしてもそれを言いたかった。ピン取り。うん、ピン取り。いやでも俺が一番言いたいワードナンバーワン、しずえだ。あ、じゃあしょうがない。それは言っていいっすよ。しずえ。あ、俺これね、やっ知ってる64のステージだ。ハイウェイ、懐かしい。車知ってんだよね。なんかトラップルにジャンプ台あったな。ちょっとだけ変わってんのかな。そうそうそう、なんで俺のアイテム飛んだよ。もピンクピンクピンク、どう？あ、消えた。あ、こっち行った。あ、ここがそっち行った。もう俺無視してる。そんなことある。あ、のげげ見て見て見て、これ俺とか飛べそうか。あ、いいな。すげえ。おおおおおおおすごい。飛んだ飛んだ、面白い。ほら、あ、前投げちゃった。後ろに投げるだろ。抜けて。えい、ほら、うー、楽しい。これお化けめっちゃ飛んでる。お化けめっちゃ楽しい。お化けだからやってるわけじゃない。あー楽しいね、これね。ここドリフトがすげー。あ、ピンク塗った。ほら、ピンク。あー今あったなー。後ろのクズを始末しよう。ピンクになりやすいのあんの？多分小型級キャラの方がなりやすい。飛びたい飛びたい。すごいことになった、すごいことになった。今ジャンプしてなんか左の塀に張り付いた。ここ結構俺得意だった。やったー。これコインもたくさん入ったでしょ。またコインおいしい、コインおいしい。これは一人でもらうやつ。いてぇ。あ、頭悪いっすよね。あ、それあれじゃん、あのモンハンのなんだっけ、あのなんか泥かけてくるやつ。無視されボルボロス。あ、ボルボロス、それプルプルブルーってどっかけてくるやつ。毒じゃん、泥。ミラーって何？これミラーはあの、あれよ、自分？あ、逆？あのはコースがでも反対になるやつ。なるほど。反面教師。反面教師って感想がつぶやいたんだけどね。そっとしとこう。サイバースリッチ、スピードは最強のやつだ。
どれがこいつっぽいかな。これこれかな。これめっちゃ難しそうなんだけど。めっちゃ難しそうじゃない。シズエスクーターで行く。あ、シズエスクーターやばいよマジで。シズエでシズエスクーター乗ってみ、すごいから。そう、なんか合わせ技でなんかすごいことになるのかな。そう、シズエがもうめちゃめちゃなるよ。シズエがピュー。これちょっとこの骨、骨クッパ、骨クッパ、骨クッパパワーありそうじゃねー。ある返事してくる。あるあるっつって。あるよ。あ、あいつ懐かしい。スーファミのやつだ。あの、なんだっけ、あのサボテンみたいなやつ。よっしゃ、ね、一つずつ食べれる。サボテンだ。骨兄弟できます。バイクマージン停止やつ。ちょっとやめて。なんか音楽とか音楽がおかしい。あ、なんか何やつ、曲がってる。ちょちょちょ、やばいやばい、この選手、やばい。あ、なんだなんだ。難しい。あ、とか難しいよ。もう難しい、このステージ。え、なにこれね、待って待って、砂、砂地獄になって、どうすんのこれ。どうすんのこれ、ねえねえ、どうすんの、どうすんの。そこ入っちゃダメ。あ、入っちゃダメなの。リリュー行こう、リリュー。ちょっと待って、どこ走んのこれ、どこ走んのこれ。それは、それはあって、それはあって、それはあって。このアイテムずっと手に持ってるゲームだった。あ、それだとケツにつけられる。あ、ケツにつけられる。あ、それずっと押してなきゃいけない。あ、マッピングミスった。ミスっちゃった。それ曲がってる。あ、ちょっとこれ難しい、ここ。あーあああ難しい、ここ難しい。あ、ビリって殺せる。一人殺せるか。やっぱり。あ、穴落ちる。おおお、関係性飛んだ。飛んだよ、水で。そこだよ。もう。ちょっと見えない、見えない、見えない、やばい、見えない、やばい。ステージ見えない、ステージわかんないからやめて。見えない、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 何も見えない、何も見えない。パニック、パニック。うわ、上。シュシュシュ。結構いい順位よ。そこからね。あ、なるほどね。確かにそういうのやりやすい。あ、バナナある。ちょっと誰であんないいところにバナナ置いてるやつ。危ねえ。いっちゃうし。わあ、横にちょっとでも行くとめっちゃ加速落ちるな、これ。えぐい。これがこの車のカスタマイズクソなんじゃないの。今気づいた。死ね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 、悪いの死ね。あ、危ない、あいつ今俺の弾が。うわーっとだよね。うわ、4位か。まあいいや、 OK。 あー、ここむずいな。ギリギリ、結構ギリギリ。ここ難しい。俺のこのワイルドな車だと曲がらん。ワイルディーすぎる。そのでかいやつで次シズエスクーター乗ってみたら。そのなんか両方のいいとこをちょっと丸くするみたいな。アンバランス感が。アンバランスが楽しい。ねえ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 。悠々白書のエンディングね。その歌いいよね。ありがとうございます。知らないだろうなみたいな。違ってる。知らないだろうなっていうコメントに対してハウスさんが知らない。知ってるしっていう感じだった。死ね。あ、やってた。よし、やった、よし、やった。よし、暗殺成功であります。危ないね、そのバナナ構えて、あっちも構えて、ケツに当たる。あ、バカ、誰か、鬼にやろう。あ、逃げた、逃げた、逃げた。
状態が悪い。路面状態がドロドロ。初めてそこ文句。音楽懐かしい。スーパーみたいな。懐かしい。確かに静江バイク走りやすいね。めっちゃ走りやすいし、俺の声めっちゃ走りにくいビビるぐらい走りにくい。コーナーが多いとかだからね。あのすげえ走りにくい。スピーカー出るんだけどね、曲がりやすい。なんか聞いてる。あ、そうか、どうですか。うわ、やっべえ、これ一気にビリまで落ちるぞ。全部の攻撃食らった。最後のシーン。うわ、いや、それ殺せないんだね。オッケー。後ろで全部食らったわ。全部食らったわけですね。すごい。全部いただきました。飛んできた。わー、体重い。重いわ、これ。かっこいいやつだったわけ。やってるね。ティオマン。誰ですか。ティオマン。最後変なとこでやんだってさ。自然でやろう。このゲーム最悪の怪獣と呼ばれるモーグリがいます。そういう曲、あれとはまた違う。また違う。悪いもん。俺これやった。ここすげえめんどくせえとこ。ここあれはいいもん。こちらセンタスクソモグ。ソモグ性格も悪い。何回もどんなところ行かされるやつ。これ何のステージですか。これドンキーコングです。あ、かわいい。これ、ドンキーコングやりたいな。どうあ、やばいかも。あ、行った。あぶねえ。まだこいつ。変なのがいる。あ、いいね、曲が。ドンキーコング懐かしい。ドンキーコング懐かしいで、こっちを。出たー。ダメだ。穴ある。でも大丈夫。カバウス先輩。あ、どちらとかいいの？何も見えない。まあ、何も見えない。何も見えない。あー、さよなら。あ、帰ってきた。止まってるから当たるんでしょ。一番低く飛んでってきてる。この子に呼んでね。あ、倒した。あ、見て、え、全部のやつ出た。全部のやつ。全部のやつ出た。あー、やったね。全部のやつ出た。いいけど、いいけど。いいけど、だからいい。やったー。すげえ後ろから3位まで上がってきた、私。頑張ったわ。ヒットパワーで上がった。わあ、ここでやる？この飛ぶとこで赤くらます？もう下道？下道だなお前ら。
さりげの同盟ジャンプしてるとこで食らわします。あ、もうこんなとこでここで雷入れます。ここで雷入れます。後半地獄ゾーンで、ね、たまらんわ、もうたまらん、わしゃたまらん、たまらん。あー、だいぶ上まで上がったのになさっきな、たまらんばい。大丈夫ですよ、たまらんばい。大丈夫、この気持ちを忘れなければ大丈夫。ちなみにこの地獄みたいな放送はアーカイブに残らないので、皆さん最後のお楽しみぐらいで思ってます。これ残んないの、これ残んないのは地獄みたいな。そうだね、ただやってるだけだから、そう、そんな地獄みたいなもん。今日の撮れ高はもうスニッパーズっていう最高の撮れ高を残してるから、あれもなかなかの見応えよ。あれもそう、あれもなかなか5時間ぐらいあるから。投げんだね。あー、ちょっとね、静江だなって思ったけど、まだいると思うんだよね、もっとそういう隠された静江。そう、最強は静江だと思ってるけど、隠されてねえだろ、静江。キノピオ隊長じゃない、最強は実は。あ、これキノピオだもんな、キノピオ隊長じゃないからダメだな。ちょっと、キノピコって誰だよ。その、コリモツさんみたいな、これコリモツさんみたいな、コリモツさんみたいな、すげえ扱いづらかった、昨日。あ、マジで、これ重量級だったね。じゃあ俺男の子ないでしょ。いいことだよ、すげえ車だ、ほら見て、これあれじゃね、ワリオじゃない、ワリオこれ。あ、そう、ワリオか、うん、ワリオだよね。ビートデイモン、あー、何乗ろっかなー、この F1 カーみたいなの。でもこう村人がこれ乗ったらめちゃくちゃ性格悪そうじゃない、これ F1 カー、村蹂躙しそうだもん。村でドキドキーっそうそうそう、タヌキチとか引き殺しそうだ、町の広場のとこでドリフトするグルーッつって、掲示板とかへし折るバギャーッつって。あー、すごい F1 みたいなのいいね。 F1 いいでしょ、かわいい。ちょっとバイクに慣れとく。あ、タラタタペッペ。サムズアップしてるということは、俺はやれるぞと。レベルいくつだったらレベル。チラってこっち見てきて。でもまだレベル54とかでしょ。あー、これまずい。まずいよこれは。でしかもメインクエの寄り道で。ジョブクエで新しいね、スキルを取りに行くのもあるからね。かわいせ、なんで俺のアイテム取って。あ、おっぱい、静江がライバル、やべ、あ、静江バイク乗ってる、静江が、やばいやばい、それはね、最強だよ。静江バイクで乗った静江はもう止められない。爆走静江も、静江早い、めっちゃでしょ、最強だもん、入れないと。うわ、なんだこのステージ、やべえな、なんだこれ、静江早っ、なんだこのステージ、すげえな、おい、めちゃめちゃやん、これ。難しいよね、これ大変だな、全然覚えらんねえよ、ずっと大変じゃん、長いし。やっぱ看板に当たったもん、大丈夫だ、やべえ、ちょっとこの子に使ってたんだよ。うわぁ、見て、おい、赤コーラ3つのとこで使うんじゃねえ、バカが。やりやがったな、きっと悪い野郎、ちっちゃい、やりやがったね。スパロボロ、スパロボロ、え、でもねえぜ、一体これ、隠さないマジか、そういうの。ダーッ、ブレストバイエーッ、怖そう、どうしよう、し
CV ジャッキーチェンだよ。ちょい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 、もうめちゃめちゃ、もうめちゃ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 、キノコの落とし物がいっぱい。前にスターの人がいる、前にスターの人がいて危ない。あーやばい、あーここむずいな。いいですよ、めっちゃくちゃやったな。えい、おっぽい。お前ちょっとステージお前のどうしようもない。あ、雷初めて出た、初めて出た。あ、でかくなるの早いな、結構。で、いつも俺この看板、前から渡ってんの。ダンス村人が、村人の男を女を用意するのちょっと贅沢だね。ほんとだよ、もう絶対どっちかでいいだろ。どっちもどっち。なんか言ったの、何がどういうこと。僕もそう思います。あー、ここダメなんだ。おー、なんだ、下落ちたらまだステージあったねえ。ほら、感動してる、感動した。下からも行けます。下も行けんだ、すげえ、すごい面白い。落ちた割に俺割と前の方で一番3位。そう、下ルートから行ってもいいわけ、ね、行ってもいいっていうか落ちたんだよ。失敗したんだよ。どこで選択するのかな。あ、ちょちょ、どこまでがコースか分かんない、ちょっとやめて。でけえここ、あ、穴開いてる、怖っ怖っ怖っ。あ、俺ダウンしたやつ、もう一発通し。あれ、静は静はね、だいぶ行ってた、だいぶ行った。マップ見てる余裕があるのがすごい、俺ないもん。あ、ちょ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 、マップ見る余裕ゼロ。いや、ドンキーあたり、あ、踏まないで、嘘でしょ、ちょっと何してんの。いや、どう、あいつ、あいつは雷犯人か。あいつだろうね、悪いんじゃない。やべやべ、あはは、マジか、運命だ今の。ひぃ、まだでも、まだでもまだなんとかな、ね、悪くない順位。うわ、マジか。なんかドリフトできそう。なんかピンクが、やべぇ、パクってきた相手がバグだ。いやー、いいとこいたのにな。残念だぜ。はい、あの、どこ、あ、落ちる、あ、え、落ちた。キャー、いやー、ちょっとダメだ。これは難しいな、後半は。後半はいきなり 1,2 争いとか無理だわこれ。いや、シズエバイクじゃない、その、もうちょっと、いや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 、なんかね、多分いるんだよ、すごいやつが。まだまだ見ぬやつ、そう、まだ見ぬ、まだ見ぬすごいやつがいる。シズエバイクはもう俺の、シズエバイクに落ち着くのはまだ早い。そう、シズエバイク俺が乗ったら終わりだよ。あ、なんかピーチが立ってる。あ、ちょっと嘘。ステージ
右行った方がいいんです。右みんな行ってないじゃん。これは何だっけな、なんか鍵盤の部分なんか。あ、押しちゃった、間違えた。なんだこいつ暴れてる。なんだこいつ、ボインってなってる。ほらボインって。地面着地するところでピョンが出てきたな。ピョン、ジャンプってこと。だから地面が揺れるじゃん、うん、それであのアクション。へえ。あ、これ鍵盤でジャンプできるんじゃない、やっぱり。なるほど、あ、なるほど。お、1位になった、やった。いって、なんか噛まれたんだけど。何今の。明るいとこ行っちゃダメなんだよ。明るいとこいると噛まれる。あ、バックね。そうだ、あ、このジャンプ100分。そうか、おー、できたできたできた。なるほど。こうか、おお、できたできたできた。そうそう、分かったな。ちょうど見たらできた。明るいとかしてたんだよね。あー、なんかダメだな、今回。いやー、ここ曲がれ。ちょっとインコースだ、そこは。あ、今の左と右で、あー、やべ、踏まれた、うわー、マジ。そうだ、おお、覚えた覚えた、あれは覚えた。おー、やった、よかった。なんとか4位が出した。うぃー。なるほど。ラッキーだったな、面白い。ここはでもまだ走りやすい方かな。やっぱさっきの方がむずいな。DS のやつだね。複雑で長いやつは結構大変だった。マリオカートなんかすげえ見てくれてるね、人が。ほんと?900人ぐらいいるな。やっぱマリカーだからすごいね。見てるだけでもまあまあ。あ、そっか、 U14 やってるカーソだから、後ろでカーソが FF になる。リバイのゲームをやってる。なるほど、まだ FF14 は放送されてないんだよ。リバイ。あ、なんかこれどっち、どうすんの。これどっち行ってもいいってやつ。え、なにこれ、なにこれ、迷路みたいになってるじゃん。なにこれ、なにこれ、難しいよ。なにこれ、めちゃくちゃになってるじゃん。こいつらについてきちゃう。大東ラリーの、あっぶねえ、あぶねえ、卵はでっけえ玉滑ってたね。危ねえ。気づいたら手にイカ持ってた。じゃあ今イカ持ってたんだ。気づいたら手にイカがあった。危ねえ危ねえ危ねえ、これどっち見たか。え、なにそっち右のパターンもあるの。ちょっと待って、どこ行ってんだこれ。もう洞窟だ、洞窟洞窟、すげえなこれ、人気だ。人がいない方行った方が安全とかある。わわ、卵が滑ってる、なにこれ。この卵なんなんだろう。ヨッシーの卵で、でかいヨッシーの卵。
いや、これ。1位のやつ行ったよ。1位殺すやつ。1位殺せば行ったよ。ああ、行ってこう。やっともうちょっとなるな。なんだこのバナナ置いたやつよ。置けてお前かよ。置くなよお前。バナナ置くよ。置くなよ。見えない見えないバカバカバカ見えない見えない見えないやばい見えないやばい見えない見えないいやちょっと待って慣れないコースで見えなくてやめて結構でもいい順位で4位だからまだだいぶいい方えい4位はゴールドクラスですかオッケーオッケー4位までこれはまだいけるあー大変だすごいなこの迷路みたいなのよかった、ここは48コースありますから全部覚えないといけない異常だよね。いやこれ小学生にこんなゲーム渡したら永久にやるぞこれずっとやれちゃうよこれ永久にやっちゃうよこれ俺だってスーパーの時にたったあんだけしかステージないのに永久にやってた16コースくらいしかなかった永久にやってたのやったエアロはすごい。葉っぱコースクリア。すごい。ああ、めっちゃ遅くされてる。めっちゃ遅くされてる。ずっと数がエアロか。ここめんどくせんなぁ、ここ。俺もやった、これ。エアロがすごいしか言わないおじさんになっちゃった。誰やろっかぁ。なんか。タヌマリ。タヌマリはあ、タヌマリいいよ。かわいい。タヌマリ。ちょっと俺このブスでやります。急に足を叩き始める自傷行為を始めたおじゃあ冷えがいた頼まりはどれかな頼まりはこれじゃないパタテンテンあいいねパタテンテンワイルドワイルド頼まりタヌキだからワイルドでしょワイルドタヌキカワウソとあのオーラがすごいよねなんかあの FX で1000万失った人みたいな顔になってる何があったの1000万失った顔してるよ株でほんとそうでもさそんな感じになるでしょ俺喋るんだって何時いや喋ってんだろ切ってくれてんじゃんリングバレ生放送ですやっぱり俺今日初めてのジンリングバレ生放送達成したのあいだだだできるか分かんなかったどんだけステージから想像してなかったのよかったよかったあのぐらいでこれ光ってる時と光ってない時があるってことこれ。何や。あのジャンプ台みたいなやつ。いや、たまってるのがね、片方が青で片方が死んでるんですよ。可動式のところもある。はいはいはい。ね、俺それ何なんだろうなって。なんかあもうお前何なんだよおめえ。なんでおめえ今ケツに赤コーラつけてずっと走ってんだよおめえ。何してんだよお前。そういうやつ。でしょお前高等教育受けたかお前なお前高等教育受けたからそれやってるそういうことすんだよ道徳の授業ちゃんと受けろやあやっぱりそうだ片っぽ死んでたらいいんじゃないですかもらったらこのステージ楽しいよあー来たー来ちゃうって1位殺すなんて来たーなんだゴリラおめゴリラこの野郎ゴリラエネゴリアタックなんでゴリラお前肉だよゴリラなんで肉の
そういうゲームだ。抜くことを超えたねんじゃん。抜いちゃダメだよ。タヌキに譲ろうよ。あ、バカバカ、赤コーラとかやめろ。やめろ。やめろ。よし。よし。それでいいんだよ。仲良くしようぜ。それでいいんだよ。な。みんなに仲良くしよう。うい。はい、俺に、ふーるーふぃーなんだかんだ、ちょっとギンギつけた。やったー。タヌキ相性いいっちゃう。結構走りやすいよ、これ。このタヌキ、タヌキテントウムシ。いや、タヌキが乗ってるから、タヌキテントウムシなんでしょ。タヌテンいいよ、タヌテン。いや、それはあの、天ぷらのタヌキうどんだよ、それ。タヌテンいいよ、タヌキそばの可能性もあるけど。俺はイライラしてる理由は、あの、カウソーが頑張ってくれてる裏で、ただ俺が眠くなってきて。俺フェイサーが眠くなって解散っていうパターンもある。俺がいや解散しないよ。解散しないんだ。しないしない。地獄は2人が起きてる中俺は寝るだけ。じゃあこうスーって帰るよ。いや俺とかはこう。いや俺あの2人があのコントローラー置いた音と聞いて。何ここすごいバシャバシャしてる。何これ。バシャバシャなんですけど。何。あ落ちた。穴開いてるじゃん。何これ。ちょっと、なにこのステージ。なにここ、あ、なんでクリボーいんの。ちょっとちなみに下水道にクリボーいねえだろ。なんで別にいるクリボー。一番いるよ、下水道。なんであいつ下水道一番いるから。ノニ帰れよ、ノニ。なんで赤く、あ、でも痛い痛い。いいぞ、頼もしい、頼もしい。パックン頼もしい。パックン頼もしい。うわ、うわ、うわ、ここすげえな、なんだこりゃ。出たり、入ったりって。すごいね、ここね。ここはね、難しいよ。面白いね、ゲスに行ったり。ここも BS 感がいいからな。面白い。すごいな、このステージ。ちょ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 。ただ普通に走るだけで難しいのに。なんでバナナ置くの。見えない見えない見えない何も見えない何も見えない何も見えない明日が見えない涙橋明日が見えない。あーやべ落ちた。あー難しい。ゲームバイあーいでてててあーまた落ちた。ちょっともうむずいむずい。これこれこのステージ難しか難しかステージバイ難しかー。やべやべ。まだ相手の忘れてた。分かるんですけど、ちょっとあそこはちょっと動いてる。あそこな、あそこちゃんと回れるようになれればどうなるかな。回れんからきつすぎだろ。いやーマジでここでアクコラ食う、嘘やろ。またさっき壊したかな、復活してる。ふぅ危ねえ、なんとか7位だぜ。俺もゲッツに赤コーラつけよう。また危ねえ危ねえ危ねえ。じゃあゲッツに赤コーラ挟みながら走るやついいんだよ、マジで。みんなもゲッツに赤コーラをつけてフェイさんに当たろうね。挟むんじゃねえよ。あー、これ難しいよ、ここは。なにこれ、もうめっちゃむずそうなんだけど。めちゃくちゃ難しいよ、ここ。めっちゃむずそうじゃん、これ。うわ、これめっちゃむずそう。見るからに。ここめっちゃむずいよ、これ。見るからにクソむずそうなんだけど。これはむずそう。なんかこのタヌキのこの乗ってんのかわいい。もうね、ジャンプした時のね、タヌキめっちゃかわいいんだよ。たまに自動になるから。尻尾アタックのポーズ。普通になったら走ってくるって。
ゴリラだ。あ、なんかこれもちょっとやめて、迷路みたいなやめて、迷路みたいなのやめて。あ、なんかこれわかんないわかんない、ちょっとやめて。どこどこ、どうすかわかんない、やめて。あ、やばい、なんか道なくなってる。ちょっとちょっと何これ、道なくなるの、何これ、もうやめて。ああ俺のアイテム誰取ったやつ、あー、まあ、ケツに赤コーラ挟むんちゃう、まったくな、ケツに赤コーラ挟むんちゃう、誰でケツに赤コーラ挟むやつみんな挟むんちゃう、すぐ挟みやがるよ、もう硬いの挟んで、もうケツに赤コーラ挟むなよ、カウンチで起きたらダメだよ、ちょ動く動く、土地が動く、土地が動く、怖い怖い、動画にしか言わない、怖っ、なんかこれかっこいい、ブリブリとかしてる、かわいい、1位、1位殺す前行った、1位殺す前行った、今は5位だね、ハイドルやばった、はい、俺を、ハイドル外した、ハイドルやばった、あ、でもまだ4位、まだ4位、なかなかいい、なかなかこのだけの難しいスイングにして頑張ってる、あーやべ、うわーやべ、当たんなかった、あ、俺1位になった、嘘、なんで、だからね、落ちた、でも落ちた、後半で落ちたわ、続いちゃったわ、普通に落ちたわあ、でも3位になるから、やった落ちたわ、落ちたわ、1位になってはしゃいで落ちたわ、あー疲れた、あ、そうね、フェイさんね、レースゲームあんまやんないね、そうだね、あんまりやってる印象ないな、レースゲームはタイムアタックとかこういうマリカーとかチョコボレーシングとか、そういう、そう、だからマジのね、レースはね、リッチレーサー以来 やんない感じだね、あんまり印象ない、フォルツァとかグランツーとか有名どころあるけど、レーサーやってるイメージあるな、プレステの時はランナバウトとか、なんか普通の真面目なレースじゃない面白いゲームいっぱいあったんだけど、まあ、車がそんな好きじゃないっていうのがあるかも、車に興味がないって昔、俺もマリカ専門ですね、ほぼ、そうなんだ、リッチはそうだけど、車大好きな人はグランツーリスト、ね、ですね、うわすげえ、やっぱレインボーロードとか、レインボーロードとか明らかに地獄の難しさです、俺は64のレインボー、あー来て、俺のリンボー、64のレインボーって、え、これ取り合いなの、そのリンボー、いや、なんかね、今ゴリラに押されて入れなかった、あ、なるほど、ゴリラは相当距離だったから、僕らはレジンガーで生まれてる、あ、何、せめてジャングルみたいな、まあ、懐かしいこのステージ覚えてる俺、ゆらゆらしてる、当たったら吹くの、すごいな、あ、やばい、当たる、あー、ちょっと、おっとやめて、俺の前走ってる人がそっち行ったらそっちかなってなっちゃうから、いやーちょっとタヌキとゴリラが釣らないで、どうもタヌキです、無頂点家族です、生き生きとしてるタヌキだ、タヌキ生き生きとしてる、誰かタヌキに、やめて、タヌキを殺さないで、タヌキが減っているよ、数を減らしているよ、入れなかった。なんかこれリング入ったら落ちんだろ。おーい。なんでリングあんな際どいところに置いたのよ。
これ落ちるでしょうよ。あばっ、またケツに赤コーラまたケツに赤挟んでるやつ。もうなんですぐケツに赤挟むんだよ。ケツに挟むだろ赤を。あのラリーってやつがね、いつもケツに赤コーラ挟んでんの。俺次ラリーだよ。なんでケツに挟むんだあいつ。すごくなやつじゃねえな。ラリーめっちゃ面白いな。なあ、あいつケツに赤コーラ挟むんだよ。もう絶対俺の前に来て挟んでくんの。ゆっくり後ろからね、挟んでさ出てくる。もうそんなことあるぞ、ラリーが常にゆっくり俺の前に出てくんだ、あいつ。あいつマジ腹立つわ。もうこれだんだんマシンがね、こう揃ってきたんで、挟んで出てくんだよ。もうそんなことせんな。ちょっとラリーでやるか。そいつほんとダメだ。そうだ、ケツに赤コーラさんで。まあ確かにこいつケツに赤コーラ挟み顔だよ。そう、挟み勝ちだよね。挟む顔してる。挟みそうなこいつ顔してるわ、うん、そいつ挟むよ。ヘイポーでやろっかな。あ、ヘイポーだった。ヘイポーはガキの使いだった。あ、ヘイホー色変えられるんだ。色変えられるんだね。白ヘイホー、ピンクヘイホーでしょ。ほら、あ、かわいいかわいい、はい、なにこれ、トルネードってすごくない？なにこれ。あー、いいね。なに、どういうやつ。これもスプラトゥーンのやつじゃん。へぇ、スプラトゥーンのあのスペシャルウェポンの形。じゃあ、これにしよう。あ、カワソがチラッと見てきた。すごい。お、ゼルダカップだ、ゼルダカップ。ゼルダカップいく。ゼルダカップ。ヘイゴー、ヘイゴーはなんか運転しやすそうだよね。ちっちゃい。まあ、軽量。もうなんだこのステージ、超むずそうじゃん。これさっきやったのじゃん、ネットで行ったとこ。え、マジこれやったっけ。やったやった。そうだな、これ。ロケットが、今ロケットスタートしたらケツからインクが出たよ、ブリッツ。あ、これやったやった、これやったわ。やったけど、わかんない。お前、ケツにバナナ挟む。バナナ、ケツにバナナもダメなの。バナナ前で。英語運転しやすい。あ、なにこれ、なにこれ、もうなになにこれ。あー、だだ、私ケツに緑コーラ挟まって。コントロール。なんだよこいつ。危ない危ない危ない。トロッコが超迫ってきた。あ、ヘイホーが1だ、ヘイホー。そうそう、頑張ってる。バナナ誰置いたの。ちょ、バナナ1個まで。あー、もうなったんですよ。はい、あー、オッケーオッケー、いいよ、お前はまだいいですよ。だが、別に赤コーラ挟めたらいいよ。赤コーラ、普通挟まれた赤コーラに明るくなる。そう、腹立つのは赤コーラって誘導弾。そうだね、それをケツに挟んで当てるっていう、そのダイレクトに当てる、下道行為がね、もう最高腹立つ。変な使い方すんじゃねえ。ちゃんとまだ誘導で投げてきてくれた方がいい。ケツに挟んで当てるって何だ。あ、おい、こいつなんで遅くなる。なんか変なルートあんじゃん。あ、バカ、なんでそっち行った。お前何してんの。おい、お前、おい、バカ、ふぅふぅ、バナナだった。おい、見知らぬ誰かが置いたキノコをパクッといった。ありがとう。かわいい、何だったかわいい。これはクラッチャーかな。
あ、バーは、バーは鉄に挟みながらいけなくね。バーはいけるけど、なんかいけなかった。見えない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 、ちょっとコース見えない、コース見えないのマジ無理だから。よし上に行く、結構早い、結構いい、結構いい、結構いい。うわ、ねー、ピンクヘイホーなんでね。ピンクヘイホーなんでね。ピンクヘイホーエロス変わんないだろ、その色で。おピンク、あ、カウソこっち見てきた。おピンクって言ったらこっち見てきた。あ、レインボーのスーファミ版だ。すごい。いいね。あ、これやってやった、さっき。オンラインで。メリューケートって書いてある。まあ、地面がね、ちょっと揺らいで。グリンブリンする。グリンブリンするんだね。さあ。怖え。怖え、これ一本してる。怖え。あんなふうにジャンプであったよ。あそこを、あ、バカバカバカ、これさ、いける、このジャンプは。あ、いける、あ、届かねえじゃん、キノコが。なるほどね、キノコ今持ってたのに、なんかできんの、やんなかった。やべ、うわ、お前、うわ、マジかなこいつ。あ、これジャンプやっぱできる、チャンスしてみるよ、真ん中の。あ、バカ、いけるか、いけるか、いけるか、ちょっと挑戦してみたい、これ。どうだ、いったいったいった、キノコだといける、キノコいけるよ、これ。いや、なんか発見したみたいな気持ちだ。いけるよ、いけるよ、のげげん。あーあー、めちゃくちゃ食べる。いけるの見つけたよ、のげげん。ちょっと、ダメだよ、さ。レインボーの豆のインクロ、とらわれてる。割とこの辺にみんな固まってる。バナナ、なんでここに置くの。はぁ、はぁ、そうなるわ。今回はキノコがありません、キノコがありません。あそこにバナナなければな。なんであそこに置くかな。黄色のとこに置くっていうのが初代から。いいとこに置かないで。懐かしい、このステージ懐かしいわ。あー、カーソがなんかあの無の無の領域みたいなとこチョコで飛んでる。ここはね、一応気にしてくれてる。マリオカートまで一応気にしてくれてる。なんかツルツルなんとか書いてる。ケツにアンダーポール挟むけど、なんか今相手の下にねバナナ置いてる悪いやつだ。あー、それね、あー、やるか、ほんとでも中に悪いやつだ。あー、でも何ですか、すげえ、なんか偶然でなんかめちゃくちゃ待って早くなって、あーすごいな、これ。セイリー、セイリ
たピンクタープできた。途中まで1位でも大体なんかめちゃめちゃにされるんだよ。中盤で中盤でもみんなにめちゃめちゃにされる。すごい差がついてるね。本当は全然俺ミニマーク見てる余裕がない。めちゃめちゃにされるんだよ今回は。でも自衛手段だ。あーここでやる飛んでるとこで雷撃つ。でも追いつけないんじゃない。マジ撃つか。どうしたらガールか。ガール腐れガール。シュシュやられやられやられウイシー追いつけなかった。カウント1位取った。イエーおじカワウソイエーって言った。力ない声でカワウソイエー。カワウソあとちなみに折り返したもう終わりきた。ベーリング中この体力が減ってる中で。あ、そうラジオ体操する、はい、タイムサーキット多分ね。あのジャンプする体操のところで苦情が来る。死んじゃう。あ今ね、あれ落ちルピー落ちてた。ここはね、ポイントルピーは。ちょ、今ケツに赤挟んでる。あ、この目の前にいる。ちょっと、ケツに赤挟んでる2人いる。ケツに赤ケツに赤挟んでる2人いた。あ、くらった。ケツ赤挟んでる。ケツ赤、ケツ赤が殺してる。ケツ赤の殺し合いだから。ちょ、コースわかんない。ちょっと待って。あ、ルフィがコインなのね。はいはいはい。あ、なにそれ、そっち行けんの。おい、ちょ。やばいやばい、ちょっとマップがわかんねえ。いや。これは、ゼルだ。まさか、お姫様はあんなところに名前ゴリゴリにかかるんだ。え、何書いてあるの。姫様の名前の割にはロゴがごついかっこいい。あ、いいね、音楽いいね。あ、そこたまに、ま、あ、テレビでレーンって今なんかジャンプが出てきた。真ん中にすげえ真ん中にジャンプ台出てきた。タクシージャンプ台みたいな。あ、そうだ、謎解きの音がして真ん中にジャンプ台が出てきた。あれも何の謎も超えてないけど、まあ、なんか誰か超えたらしい。いや、ここの俺コーナリングゾーン無理だ。俺の技量では無理だ。あ、あ、ここに落ちてる。コーナーボームやめて、ボームやめて。誰だよ、バーナナ持ってる。ちょ、バーナナ、そこ僕か、そこに。あ、もう、マジでマジここでそんなに食らわせる。この土壇場で3位か4位いきたいな。出たマスターソードは。おらマスターソード触ったよ。マスターソード触ったらどうなの。触った分かんない、なんもないね。この土壇場で食らわせたな。オレイ。いや、ここ俺ダメだ。すごいね。5位かー、4位行きたかったな。マスターソード触ったー。ただ時間かな。時間で出たり入っなんか消えたりしてるのか。マスターソードいい、触りたい。真ん中に刺さってるのか触れる。たまにチラッてこっち見てくる。たまにカワウソがチラッて死んだ顔して、うん、FX でお金溶かした人の顔して一回みんな逃げられた。さあこれでまたなんかアンロックするんじゃない。
ガンガンアンロックするわ。あ、進化だった。これすんの。いや、まだ足りないじゃん。足んなかった。じゃあボーイ、茶色ボーイ、焼けボーイ、レッツゴー。バイクに乗せたい。そのバイクね、いいよね。バイク、バイクのスタンダードバイク、スーパーコメット、奇世界スクーター。スタンダードバイクのプレイ、2つしか出てないのか。あ、シズエワイドか。じゃあ俺スーパーコメ、スーパーコメッツ。ついに最後の、これで初見ステージは終わるぞ。これエンディング流れじゃないか、全部一通りやったら。またエンディングまで生放送じゃん。やった。カーソのエンディングいつ伸びた。ちょっと待って。ね。それちょっとどうですか。カオスが言ったからね、自分で。やペロッとはガーシャンは簡単にやるんですよ。声が。ペロ。力がゼロ。バイクはでも走りやすいね。車がやっぱもうこれ難しいステージだね。これ、ここはちょっとあれだ。わー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 、すごいな。あーやべ、えぐいよ。わー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 、マジか。これケツ赤で、はい、ケツ赤。ケツ赤なんだ。ケツ赤当てるとめっちゃ気持ちいい。出力感。ケツで当てた。あー落ちちゃう、ここ落ちちゃう。あー、まじ。あー、ちょ。あー、ここ。あー。これ、アクセル緩めないと曲がりきれない。あー、うまい。アクセルガールのケツに今赤挟んでる。ダメでしょ、女の子をケツに赤挟んで。あー、ここ俺ダメだ、これ落ちちゃう。俺もダメだ、これすごいきついね。多分そこはフレーズに出会えるかったね。ドリフトだけなんですね。うん、攻める。はい、おしゃれ。あの辺でぐちゃぐちゃってなるとね、一気に順位が落ちる。出た、ピンク5、ピンクなんとかピーチっていう、あの気持ち悪い銅像みたいなやつ。何あれ、機械生命体ね。何あれ、バーチャファイターのラスボスじゃん。デュラルだよね、デュラル。なんだあれ。あ、何これ、かわいい。トイストーリーだよ。おお、かわいいじゃん。これあれじゃん、クッパの乗り物。すげえ、ここかわいいね。何これ、おもちゃの世界だ。これもあった。すげえ、アドバンスかなんかだったさ。
かおもちゃのパッケージがわざと海外仕様のトイストーリーしてる。あいた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 。あ、あいつ懐いな、このウッパロボ。ウッパ城にいるやつ。そうそうそう。はい。踏んで、あの、ウッパに倒す。いや、こっちでいっちゃう。上がったね、上がった、上がった、上がった。もう、全部上がった。もう、お前の気持ちがすごくなった。なんか言い出してる。でも、あったんでしょ。あいててててててて、やっぱ打ち込まれた。うわ、あいつ取りやがった、あいつマジか。お左取っとけや。わっちぇい。もう2人、2人取っとけ。ああ。武装勢力がめっちゃいるあたりでこけたら地獄なんだよ。あはは、武装勢力、武装勢力の前で4つしてる。あー出たー。いや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 、もういかん。これはもう上がっていける気がしない。どういう、あ、俺か。武装勢力も打ち勝ったら終わりだよ。いつ持ったやつもボロボロ上がってくるから。ジェリコいかに話すかだろ。よし、これはいったろ。やっぱやっちゃった。うわーほー。ボイまで戻したとき結構頑張ってた。あ、4位や4位や4位、いいじゃんいいじゃん、結構頑張ってた。あ、お、危ねえ危ねえ、抜かれた、危ねえ危ねえ、ふう、危ねえぜ。単独、いやー、俺ちょっとメカピーチが、メカピーチ倒したい、メカピーチ倒したい。あ、フェイトにジョインしたか。そう、あんまりメカピーチを見てないんだよ。あ、お風呂に入った。何それ、どうなの。あ、なにこれ、ここも可愛いじゃん。すげえ、メトロいいね。すげえ、あ、列車の上乗れそう。そうね、自販機ある、自販機。すげえ、自動販売機って日本にしかないんだけど。あ、駅も海外だと不要品で壊されてる。あ、やべ、ほほほほ、列車に引かれた、列車に引かれたよ、パパ。あ、痛い、めっちゃ走ってんじゃん。ね、これ、一車両じゃないよ、めっちゃ走ってる。こんなとこに、ダメだろ、カート。そう、ほんとこれね、自殺行為ですよ。こんなとこでレースしちゃダメ。めちゃ走ってる。あー、手に乗り、ガーグツーリングしてます。これガーグか。どっちどっちどっち、道がわからねえ。はーい、道がわからねえよ、やだい。バナナの隙間に赤ねじ込まれたよ。そうきたか。やるか、あんなこのコース。怖い怖い。フライ、はい、ケツ緑。
結論よりも結論よりも良くない。あなた方には私の鉄の赤いのを下しましょうか。ケットデリカット、はい、見たしいいとこね。見たは田舎じゃないよ。はい、ケツに赤を自衛手段。あ、あの人1位だ、すげえ。でしょ、私赤だけど。あ、でも2位まで来た、2位まで来た。はい、1位。はい、ケツの赤後ろに捨てといた。あぶねー。あ、でも3位でした。ほしゃい。ケツに赤を挟んだから勝ったよね。あ、でもボーイが、私1位になった。私1位になったよ。ユタシュいいとこ。あー、カワソ眠い。カワソとうとう言っちゃいましたね、そのワード。頑張ってるし、私は頑張る。カワソは今すぐにでもやめたい。 F0 だ。全然遊ばないと思うし。強がりですね、さすがカワソ。言っちゃったからね、自分でね。運転実行の男。なんで俺のアイテム取ったの今。俺のアイテム取っちゃダメ。はい、キッキー。やだ、このステージかっこいい。音楽も素敵。いいですね。あ、こういいですね。しゃあ。ダメに見つかりました。見えない見えない見えない、バカバカ、見えない見えない見えない。やめて。見えないやめて。見えないやめて。見えない見えない。見えないのやめて、お願いだよ。やばい、なんかこれステージちょっと変わってるの。あ、そう、一周目とか一周目だよな。なんか、あ、やっぱちょっと危ねー。あれはなんかラッキーでステージだよ。あれはいいよ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 。はい、おすげえ、やったぜ。 F0、 私 F0、 私が F0 だ。ユタシュいいとこ、やったぜ。カワウソちゃん、私やったよ。寝る方はね、寝てくださいね。こんな時間にマリオカートやってるやつ頭おかしいよね。さあ、もうみんな寝てんじゃない、やっぱこれやばいっすね。とりあえず、おい、シェイケイ、来い。急にテンションが怖い。俺今ビクってなっちゃった。びっくりした。びっくりしたよ。ライトパーティー、ライトパー、あ、マシンパーツ来たよ、マシンパーツ。簡単なやつがいいな、簡単。パパ、マシンパーツ来た。これで新しいの出たんじゃない、また。どうだろう、マシンパーツが、あ、リットラピンでやった。シュークルやね。あ、レベリングのためにあれやってんの。やっぱりいろいろやった結果、シズエが最強。あ、最強のシズエをつい出しちゃう。シズエこそが最強プレイヤー。オキドキオキドキ。あ、うん、これかわいい。クッパのやつ出た。クッパじゃないこれは、さすがにこれが出たな。あ、でもクッパだ。レッツゴー。かわいいかわいい。クッパジュニア、お父さんでやった。お父さん、じゃあ俺お父さんで。お父さん、もう俺のジョイコンのね、コントロールがさっきからもう不安定すぎんだよ。電池が死にかけて、電池が死にかけて、
どれだ、クッパ、クッパ、これだ。クッパや。あー、いいね、これはチチコ、チチコで。チチコでやろうね。これどうやらめっちゃ滑れる系のやつっぽい。どうやら。やっと一周したよ。あ、でもこれ結局さっきバグったせいでクリアしてない。ちょっとあれやるか、ノゲゲンとバトルやろう。これだった。あ、いいよ。バトルをちょっとねやんないと。あはみんな寝てると思いきや900人見てる。すごい、みんな起きてる。夜に強い。あ、かわいい、ほらほら、親子だな。あ、いいね。お父ちゃん、お父ちゃんの後を追うよ。お父ちゃんこれ運転しづらい。そうだよ、お父ちゃん重量級だから余裕いいよ。そう、お父ちゃん、レイレイ違うな。ちこれは俺やっちゃったかな、これ大丈夫。これはお父ちゃんがタッチしてきたよ。すごい。そんなにそれだけ簡単なの？ちょ、危ないお父ちゃん、今息子殺すとこだったよ今。お父ちゃん、どういくどういくどういくね。先人の旅がお父ちゃんみたいな。お父ちゃん、間に合わないと。これやろう。お父ちゃん、痛いよ。あー、俺のジョイコン、頑張れ。お父ちゃん、ケツのバナナが当たったよ。ちょっと、お父ちゃん。ケツにバナナを挟みながら運転してなんだよ。ケツバナ、お父ちゃん。この抜けがそろそろ限界であります。お父ちゃんにアクロール当てるとしたでしょ。お父ちゃんが俺とケツにバナナ挟んだときかも。お父ちゃんが暗殺しようとしてくるだろう。やべ、息子行った。息子の出しに行け。息子の勇姿見て。お父ちゃん、お化けに盗まれた相手。お父ちゃん、雷だ。赤コーラが好きなんだよ。置いてね、ゴールまで見つけてねよ。あ、なんかコクッパ首にね、あれつけてるよ、ほら前掛けみたいなつけてる。前掛けつけてる。やべえ、だいぶ体がきつくなってきたよ。体がきついってすごい一番きついやつだよ。きつくなってきたよこれ。ズルズルの状態で今のマリオカートやってるんだとしてる。というか完全に、ね、ほぼ寝転がってます。無理よこれ。すごい体勢になってる。押さないで。お母さん面白いね。
か。気絶寸前になったのできるよ。おーまでしてやる気やったよ。なんでまた来たのか分かんないよ。分かんないよ。今のコクコちゃんは切れるナイフだよ。あこれはきついなぁ。クッパーで古くなったらもうだいぶ抜かされるでしょ。当たるでしょ。当たる方。いやぁ、この野郎こっからきついよ。ああ。すごいよ、ターン A のお兄さん。あ、そう、出した。俺、ギリやったら、俺に行くんだ。いつの間にか、なんか、デメリカのことが起きてたらしいよ。どこどこで今ね、試合をしたかった。地獄みたいになってるけど、もう、私、なんでか1位だった。B だったのに。なんか勝手に潰し合って誰もいなくなってた。後続でとんでもない潰し合いがあった。誰もいなくなってた。これがマリオカートの謎のこと起こるね、これね。やったー。あー、カオスさんの背中から哀愁が漂っているよ。まあ、フェイスさんからもだいぶ漂ってる。漂ってるね。あー、もうこれキッパーパンチしてくるやつ危ないから。またパンチを敷いてくるやつ。ヘイせいや。あぶね、避けたら落ちた。お父ちゃん、お父ちゃん、炎のお父ちゃんがいる。危ない。炎のお父ちゃん危ない。さあ飛んでる時にあのコーラ暮らしていくぜ。あ、俺それ、ね、馬が見えなかった。何だこれ、馬心だ。馬心があるのはダークソウルだけにしてください。ダークソウルとインディ・ジョーンズだけにしてください。ルーズあったの、ね、一周目だけルーズあった。あ
バカヤロ。あ、うっそ。あ、今の俺が当たった。マジか。それ、長男が当たった。長男が当たった。ケツに置いとけよかった。ケツに置いといて。ケツに常に挟んで。まあでも、これで単独打ち。あ、いいね。これで1、2、押さえてますね。レベル54になりました。あ、すごい。もう60じゃないですか、54だったら。死んじゃうじゃん、カワセミ。悲しい目した、悲しい目。嫌いになっちゃうかもしれない。あんだけ好きだと思う。オンラインの時嫌いになっちゃう。ファイナルファンタジー大好き、カワセミが。ああ、もう一個も置くな、あいつ。なんだこのステージのやべえな、これなんだこれ。最新のレインボールじゃあこれや、めちゃめちゃやんけ。なにこれ、なにこれ、なにこれ、怖っ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 。あ、落ちた。むずい。やべやべやべ。あぶねえ。もうあぶねえ。やばい。ワンコン、ワンコンのシックコーラ行って。行ったっすよ。行ったっすよ。中央で見たい。なんか外回りと内回りみたいなのが変わるみたいな。そうそう。お前バカか。お前、あー、これ無理無理無理、わかんねえよこれ。わしかも今のターボ盗むと、とんでもねえターニング、出来上がりのターボ盗まれた。すごいなこれ、めちゃめちゃだもん。ハハ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 。And go。 無限がもう電池とともに死にかけている。痛いよ。ずっと右腕がくらいつやったか、右腕が痛い。一晩でやるやつじゃないからな、きっとな。青津さん、はい、ギブアップしますか。55まで中途半端刻んできた。刻んできましたね。55万で、それがけじめですよ。カワウソのけじめですよ。カワジメ、カワジメ。続きは木曜日に。だいぶ先になりましたね。じゃあって、ね、明日わかるんですよ。月火初でしょ、はい、水曜日はお出かけでしょ、はい、お出かけしないって。お出かけします。あ、エンディングもっと全コースもやったからお出かけは木曜日ですよ。
それ知らんがな、俺らそのそ来れない人どんどん増えてる。あ、違うよ、木曜日じゃない。そうなの。水曜日に朝までやって、その後に家を履きながら来たら、もうお泊まり会してたのって言うけど、お泊まり会じゃないんだ。別にお泊まり会やない。お泊まりってつもりじゃなかった。お泊まり会じゃねえ。カオスさんがな、夕方くらいにはペロッと終わってる予定だったんだけどな。終わってる予定だったんですよ。時間の見積もりが狂いすぎてんだよ。おかしいだろ。あのちょっと本当にこういうことやるときは、一回乃木源さん通してもらっていいですか。なるほどね。俺が…つもりをね、一回入れて…30時間とか40時間とか、はいはい、いや、俺は、カオスさんは見積もりできる男だと思ったんですよ。だってもともとさ、カワウソ自身が言い出したことだからね。元を正せば、あ、マジはやりましょうか。フェイさんに言ってやりましょうか。待てよ。キムタクバリの待てよが出たけど。待てよ。あのは難しいんだこれは。だってね、フェイさん、ちょっと申してくださいよ。うん、でもそれあれでしょ、素人にはできないんでしょ、どうやったんで、そんな感じでサク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 一発でいくやつ、そう無理ですよ。でしょ、無理か、無理ですね。無理ですよね。だって全部何がどこにあるか知らなくて、そう知らなくてもあるでも無理だと思う。だから、うん、いや、いいっすよ、それでいいっすよ、もう。あの、俺、カウソに無理をさせて喜んでたんですけど、俺もめっちゃ辛かった。全員グズグズじゃねえか、これ。なんだ、今日の会話よ。ノゲゲン以外元気じゃないよ。ノゲゲンだけだよ、この夜中耐えられてるんだ。無理無理。いや、俺、ノゲゲンさんが、おまかがすぎて、ずっとか、ダメージパンがつく。とっと認めることになってしまったね。やったらわかるよね。やったらやっぱ伸び弦の凄さがわかる。俺それ1回目しかもクリアできなかったからね。それでもう1回やったからね。絶望感すごいな。それであの月曜の朝絶望したからね。なんで俺これ会社行かなきゃいけないんだ。朝あのメイさんに会ったからね。俺優しく肩を叩いて、ポンつって、おい、ノキゲン。俺、優しくなかったね。いや、ほんとね、朝ね、ちゃんとノキゲンが出社してるの見つけた時にね、こいつすげえな。とんでもねえな。立派ですよ。とんでもねえ、化け物だわ、俺。無理だ、俺、そんな。なんかあのリンクが乗ってるあのマスターソードのバイクが欲しいんだよね。俺もくじ引きで行くしかない。くじ引きで頑張って。こうだろうか。こわないんでそれ60にします。こうだろうか。でちょっと張り切りました、2人でね。いいよ、バトルね。バトルに行くよ。着配リンク。お、マッハ GP、 マッハ GP だ、かっこいい。これ出るのは勘なんですか。ランダム、そう、ランダム、ランダムらしいですよ。ほら、このスクーターに乗るリンク、あ、いい、絶対本編ではありえない。チャ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 ース、スクーター絶対手に入れないから。じゃあこのパックンスパイをやりましょう。いいよ。でもあれよ、パラセイいるの。あ、ほら来た、俺のチームシズエいるからね。シズエいるな。俺はなんかね、片方が警察で片方が泥棒なんですよ。へえ。パックンの方が追っかけて、ちょっとない方が逃げる。で、泥棒は捕まった人の牢屋のボタンを押すと逃がせるから。なるほどね。軽泥ルールで遊ぶ。やったらすぐ分かる。俺警察逃げればいいです。
そう、俺に捕まると食われる。バクッいやー捕まった。はい、それどれに入る、誰かが助けてくれる。あ、俺の壁が全然動画、全然動画に会えない。あー出てすぐ捕まった。もうね、あの出る瞬間が一番ね、あの危ない。はい、あ、なるほどね、目立っちゃうからね。そうそうそう、狙われやすい、一斉検挙されやすい。さあ、ちょっと、はい、来たー逮捕。正面衝突、当たらないようにちょっと。普通の人が走らないところこそこそ行かない。やべやべ、あと一人。やばいね、人終わるね、捕まる。牢屋に入ってるの、避けてる。耐え対応できるか。あ、くそ、逃げられた。やっとあるから。はい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 、そうなるよね、そうなるよね。捕まえた。これ交代かな。よし、ちょっと俺が全員捕まえよう。俺泥棒になる。待てるバーンつって、泥棒もういいんじゃないか。ニジにマリオカートやってるの結構おっさんには辛いよ。おっさんにこの時間帯のマリオカートは辛いよ。あー、うん、泥棒ね。突然だ、すごい。見て見て、リンクのブーメランみたいな。おお、まさにリンクよ。まさにヘドストライクのシーンを見せびらか。検挙される。検挙しないで、私を検挙しないで。ああ、逃げ切るよ。はい、めっちゃ捕まってるよ。はい、あ、壊れた。そう、通り越しに壊れた。助けて。あ、やった、逃げた、誰か来た、イエッチ。オープンの捕まえたね。でもあれ結構大変だったな。結構運がある。うん、簡単には捕まらないんだよ。入った。やばいやばい、捕まる。はい、あと一人。マジで？マジで？私だけ？やばいやばいやばい、これやばいね、私だけ？はい、逃がす。はい、逃がした。逃げろ。やべえ、ノギゲンが俺をロックオンしてる。ノギゲンが俺狙ってるよ。逃げろ。そう、私のことをほっといて。ね、いいぞいいぞ、逃げろ。あー、沈みに最大ドライブ。沈みにラリアットだった。助けて、誰か助けて、誰か、あとカノン、誰か助けて、カノン助けて、デイジーちゃん助けて、お願い。はい、あと一人。やばい、デイジーちゃん助けて。はい、ナイス。足すい足出た瞬間、しずえに食われる。しずえ、それでも好きだよ、しずえ。愛がすごい。しずえ好き。いや、俺バトル強いんすらねえな。いや、これはね、結構運だよ。
たよ。ユミコとか食われた最後に。メタルマリオがメタルマリオ食われた。で捕まえるだけやっぱちょっと有利かもしれないね。そうそうそう、うん、いやでもこう面白いね。そう面白いでしょ。これ新しいイール。これ超面白いですよ。ありがとう。カオスさん考えてると面白いね。違うルールやろ。じゃあゴリラ。じゃあゴリラ。ゴリラ。ゴリラの GP。ゴリラ GP。じゃあ俺ゴリラのベンツ。ゴリラベンツ。あ、でも俺も GP 乗りたいな。ゴリ GP 乗ってください。バナナ GP 乗ってください。ボムヘアボム投げるだけなんでこれかな。あーこれね、これは昔もあったやつかな。あ、これスーファミのやつだ。やろう、これ懐かしい。スーファミコース。ブーメランを後ろに投げれる。マジでそれ投げなきゃ。あ、すごい、今日10時間フェイチャンネル見てるガチ勢がいる。すげえ。あとこれ懐かしいな、このステージ。このステージ死ぬほど懐かしい。めっちゃやったよ、ね、風船の。そう、死ぬほどやった。このゴリラが2人でややこしい。うごうごっつって、うごうご。これ、シャイの置いてある。取られてるよ。あー一人勝ちか、ゴールドセンター。そうですね、持ってる時間で最終的に勝ちが来る。なるほど。だから長く持ってる方がいい。私今持ってるよ。狙わないでね。そういうわけにいかないか。押してね、ごめん。持ってた。ゴリラだから。なぜならゴリラだから。やめろ、ヒロ見つけるなよ。あ、追ってきてるこの人。私の背中にめっちゃ汗染んでる。めっちゃあの人持ってるわ。汗染んでる。あ、これ買ったんでね、これ買ったんでね。これ買ったんでね、これ買ったんじゃない。上あの人買ったんでね、これバッゴリラ買ったんじゃ。あ、いって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 。落ちたー、あと1秒のとこで落ちた。嘘だろ。あと1秒のとこで落ちた。何しみてんの。でもそんなの関係で、はい。ゴリラに持ってかれた。待て、ゴリラ。俺もゴリラだけど。こっからどうやって、こっから。そう、あー、なんか俺に当たるんですけど、どうすんだこのバカ野郎。はい、よく行くんだ。シャインを持ってる時間が長いやつなんですよ。合計20秒持ってると優勝です。あー、ずっと持ってられないもんなのよ、それ。はい、勝った。あ、5秒だ。5秒だ。あ、やべ。最後のウィングラーが5秒ぐらいキープしなきゃいけないみたいなね。難しいね。感じでカーブしてよかった今。うまい。はい、勝った。いやー、やる。あぶね。最初がすっごい長かったもんね。20秒。最初の覚悟でめちゃくちゃ長く持ってたから。あんなことなかなかないよ。あ、そう、ほら、称えてくれてる。もう片方のゴリラ。うほうほう。うほうほう。ゴリラと並走してます。ゴリラとゴリラが並走してます。疲れた。ダメだ。
もうダメだよ、表現ゲームダメだよ今日はもう。眠気に勝てないのが落ちるっていうリスナーさんも出てきたね。ほら出てくるよ、そら俺だってそうだよ。ねえ、かわちゃん、かわちゃんね、かわちゃんって言うんだ。ベイビーだとしたら最初から正体がもう明かされていたよ。僕ベイビーノーマルタイヤみたいな。ベイビーワクワクビートルに乗るベイビー、ワクワクベイビー、どれがいいですか。見合ったやつ。ドッカン、ドッカン、ドッカンでいこうか。ドッカンボール、これね、当てらんないんだよね、これ難しいやつ。これ難しいやつよ、これこれね、投げたら自分に当たるの。投げたらあかん、投げたら当たる。君脈とあの、あれを間違える。カウトが今爽やかな顔でこっちに出ました。ちょっと爽やかさがでも出てきた。新しいところにちょっと進んでいって、見たことないものを見たり、見たことがないところがないところがね、決着。このね、風船を何個割ったかって、あ、14個すげー割ってるやついる。村人強すぎるだろ。村人すげー14割ってるやつがいた。何があったんだよ村で。あいつすげー殺し屋だな。どんな村で育ったの。とんでもない村の殺し屋だあれ。俺は殺し屋、村の死にそうならお前だろ。俺もだ。俺もお前も死にそうだぜ。俺もお前も死にそうだぜ。そんな
状態でやるんだよ。カバちゃん。あ、スプラトゥーンです。そう。スプラトゥーンのスピードって曲も同じです。あ、いやー、スプラトゥーン。あー、当たる。あんま会えないかな。あーちょっとめちゃくちゃだな。めっちゃトラップ仕掛けてやっている。これもなんかちょっと忘れてる。あ、見えますか？忘れたけど、なんか僕っていうのと遠くに投げるのと目の前に投げるの3つを使い分けて使うんだよ。結構奥深いと思う。なんだ。なるほど。死ぬとね、復活分没収される。3個できるね。ダメだよ、ダメだよ。没収された1回。結構頑張ったね。結構頑張りました。ほら、村人。村人強くない？あいつなんだ、あいつ殺し屋がいる。殺し屋。何の、何があったんだろう、あいつの村で。いや、頑張った、本当に。19って異常だろ。殺すな。本当にみんな頑張ってよ。いやー、もうね、あの放送としてはね、もうあの限界に達しましたので、あの乃木源さん、元気な乃木源さんからね、最後にちょっとこう貴重ななんかお話とかいただいて終わろうかなと思って、皆さんにおかれましてはね、土曜日の夜チャンネルを見ているということはそんなに大したね、人たちでもないと思う。やめろお前いや、ほんとね、この時間まで見てくださってありがとうございます。はい、フェイさんとカワウソがね、残念ながら体力の限界、まあそういったことになりましたんでね、終わりたいなと思います。限界じゃねえよ。いや限界だよ、完全に。お前ら限界じゃなかったらもうダメだ。意外と俺も疲れてる。はい、というわけでね、またマリオカートの方はやっていきますし、この FF14 もね、カワウソがせっかく一生懸命やってくれているので、まあ、我々もね、一緒にやると思いますね。カワウソに進めてもらっててやらないとか言ってとんでもない、ね、これで、いやもういいやつってね、地獄だ、やらないっていう可能性もまあやるやん、絶対やる、やるよ。はい、というわけでもう遅くなりましたね、皆さんも
良い週末をお過ごしください。それではまたねー。次の放送でリベンジだ。